陰南寺公、陰南寺公、陰女公は中華民国の政治家。中国同盟会に属した革命派の人物で民国期には中国国民党に加入している。後に新日地方政権である紀藤傍教自治政府の政務長官となった。字はまたノー。兄は陰南寺。地方名簿家の家庭に生まれ、1902年、高所28年に、 日本に留学した。日本文学院で日本語を学んだ後、1905年、高所31年に第一高等学校予科に入学した。その翌年には、鹿児島第七高等学校増資官に転入している。この頃、留学生の間で革命思想が流行していたこともあって、留学中に中国同盟会に参加した。なお、院は日本人女性と結婚している。 1911年、1 0 3年に、侵害革命が発生すると、陰南事項は高校に従って帰国し、湖北省で革命に参加した。中華民国が成立すると、院は国民党に加入している。1913年、民国2年に、第2革命、二次革命が勃発すると、院は革命派として、これに参加した。しかし革命派は敗北し、 院は再び日本へ留学する。日本では兄の院南次里が王子研究会の発起人になを貫、ね、院南次高もまたその構成員となった。早稲田大学政治学科を卒業した後の1916年、民国5年に院南次高は帰国した。当初は北京政府に入り、中国銀行から委託された調査のため、またしても日本に赴いている。その翌年に、 ご法運動が勃発すると、孫文、孫中山のご法軍政府により、院は中日委員に任命された。1920年、民国9年に帰国すると、院南事項は一旦政界を離れて実業に従事している。1925年、民国14年10月、臨時失政団機髄が開催した、関税会議に顧問として招兵された。同年11月、 皇天派の軍人、各省令が、長作林に対して、平変を発動すると、院は、各の配下となり、外交所長に任ぜられた。しかし翌月に、各は、廃止し、院は、日本領事館に逃げ込んでいる。1926年、民国15年11月、院南事項は、国民政府の北伐軍に、南省で合流した。省解石により、 国民革命軍総司令部通信所所長兼参議に任せられ、昭和日本と交渉する際には通訳を担当している。翌年の上海クーデター4.12政変を経て、上海市長寄付のもとで秘書に任せられた。1928年、民国17年3月、寄付が外交部長に就任すると、院南事項は中日外交特派員となった。なお、 この頃までには、院難事項は、引導、遠慮、低活とともに、日本通りの四挙党とも腐れるようになっている。5月に、災難事件が勃発してから数ヶ月後の冬に、首相、田中義一と対立していた、常並武次郎が南京を訪れ、紹解席と事件解決等を話し合った。ところが、この時通訳を担当していた、院難事項は、 会談内容をすべて田中に密告してしまい、常並に政治的打撃を与える。常並は、院の漏洩行為を章に通知し、章は院を通訳から罷免した。同年12月5日、院南寺公は、交通部公、政治市長に任せられ、1930年、民国19年1月13日まで務めた。その後、 陸海空軍総司令部参議に移動している。1932年、民国21年4月1日、上海市政府参事となり、第一次上海事変後において、停戦協定の締結に参与した。翌年5月、北平政務整理委員会委員長となった寄付の、昇平に応じて、下北に向かう。11月、下北あざみみつく行政、正しさし員に任じられ、 やはり対日交渉に参与した。1935年、民国24年8月、二例行政、正し差し員に移動している。同年11月25日、土井原検事に誘われる形で、院難事項は、秘党防強自治委員会の成立と自治を宣言した。これにより、院に対して、国民政府は逮捕令を発している。翌月、委員会は、 企党防協自治政府に改組され、委員は政務長官に就任した。しかし1937年、民国26年7月、かねてから国民革命軍、第29軍軍長、総鉄源と秘密裏に連絡を取り合っていた、企党保安隊、第1総隊長、長慶余り、第2総隊長バリスズリ連が放棄し、委員難事項は捕獲されてしまった、通襲事件。 小径余りは、捕らえた院を僧に引き渡そうと北平に護送した。ところが、僧はすでに北平を離れており、日本軍と遭遇した護送部隊は蹴散らされてしまう。混乱の中で、院南寺港は北平城内に逃げ込んで身を隠した。しかし、日本軍は院を通州事件の首謀者と誤解していたため、間もなく、院は日本軍により逮捕されてしまう。 危うく処刑されそうになった、院だったが、かねてから、信仰のあった、東山光の圧戦で、かろうじて除名された。しかし、政務長官は辞任することになる。後任は、秘書長の池修済み。その後5年間は、日本からの通告もあって、院は、北平に陰性、出居することになる。後に、に、院難事故は、治水専門家としての技量を、 日本側から評価されることになる。1942年、民国32年、委員は、王朝名、王政への南京国民政府に参加する形で、政界に復帰した。同年2月、三成室高校誌当事長に任命されている。翌年3月17日、国民政府経済委員会常務委員に任命され、1944年、民国33年1月からは、 チリウンがヒカルソナところ主任、チリウンが皇帝局局長を歴任した。しかし、インは権限の小ささに不満を抱き、6月に治水関係の職務を辞して北平に戻った。日本降伏後の1945年、民国34年12月、イン難事項はカンカンとして逮捕され、翌年5月、南京に護送された。インは、 獄中で解雇力を表し、自分の行動が、実は、愛国心に基づいたものであったと主張したが、1947年、民国36年11月8日、最高法院で死刑が確定した。処刑までの日々は、終日、度胸に寄り過ごしたとされる。12月1日、南京の刑場で銃殺に処せられたが、最後まで緊張とした態度であったという。去年63、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。